ネジコンとはナムコがレースゲーム向けに開発したプレイステーション用の周辺機器である。ネジコンねじった状態のネジコンネジコン内部アナログコントローラの一種。PS 版リジレーサーの後、応用に1995年1月1日に発売された。サイズは全幅 160mm、全長 90mm。 回転部直径 70mm、重量 280g。中央部に回転軸が設けられ、本体をねじることができるようになっており、これにより自動車のハンドル操作をアナログ入力できる。商品名称も、このねじる操作とコントローラからの造語。PS 用に発売されたレースゲームや、それ以外の自動車やバイクのゲームこれらのほとんどがねじコンに対応していた。 ボタンのうち3箇所もアナログ入力に対応しており、アクセルやブレーキの操作に用いられた。これは p s に付属のデュアルショック2のような感圧式ではなく、回転角を感知する素子にピニオンギアを 10mm 程度ストロークするボタンにラックギアを配することで、ボタンの直線方向の移動量を素子の回転角で測定する方式であった。アナログと称してはいるが、 アナログ操作のことでありデータはねじり角、ボタンともに8ビット256段階のデジタルで管理されている。例えば、リジレーサー V の初期設定の場合、ハンドル左右128段階ずつに割れてしまうため、真ん中を取るため数値1分だけ左にずれている。このあたりの微妙な判定等は、ソフト開発側でどうにでも調整はできる。 実際の自動車でのハンドル操作時の関節の動きが似ており直感的に操作できるのが特徴。微妙なハンドル操作も可能で、それでいて少ない力量で瞬発的にハンドルを切れる。なお、ねじれる角度は片側およそ170度とほぼひっくり返ってしまうほど広く、特にレースゲームにおいては最大角まで使用すると非常に激しい動作となり、手首を痛めやすく、 ほとんどはまともにプレイできなくなる。そのためゲーム内の設定は半分ほどまでねじり角を狭く設定するのが一般的である。ねじり設定がそもそもできないタイトルにおいてはこの程度に設定されている。これらのことにより、プレイヤーが実際使用する範囲は半分の128段階も使用しない程度である。 ソニーコンピュータエンタテインメントからも2本のアナログスティックを装備したアナログコントローラが発売されたが、レースゲームにおいては、ハンドルは左スティックまたは十字、キー、アクセルは右スティック上かまたはボタン、ブレーキは右スティック下かまたはボタンという操作体系を取ることから操作性に問題があったため、ステアリングコントローラー登場までネジコンの地位は不動のものであった。 また、素のアナログコントローラー登場までは、レースゲーム以外のアナログ入力が望ましいソフトにも、対応していた。このネジコンで、エースコンバットを操作している間、ついつい肩や首も動かしてしまうと、当時は話題になった。1998年4月29日には、モデルチェンジ版とも言うべきブラックネジコンが発売された。初代、ネジコンより一回り小さく、 人間工学に基づいた設計が採用されたもので、ねじる操作がより自然に行えるようになった。1998年12月3日には、同会社から反発力を備える中心ダイヤル式のジョグコンが発売される。PS2 ソフトでは、ほとんどが感圧式アナログ入力ボタンを搭載した、デュアルショックにだけ使えるや、さらにその PS に登場した直後に、 GT フォース登場によってそれなどといったステアリングコントローラー対応であって当たり前の時代に入ったというこれらの理由からネジコンは役目を終えることになったバンダイナムコエンターテインメント公式サイトありがとうございます